皆さん、こんにちは。リクトレットです。ご無沙汰しております。シーズン、2021年シーズン、もうすでに終わっておりまして、天皇杯まで終わって、今日が12月22日なんですけれども、浦和を取材されている楠田さんと、ちょっとシーズンの簡単な振り返りをやっていきたいなというふうに思っております。楠田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは浦和さんというと、天皇杯優勝おめでとうございました。そうですね、ありがとうございます。まあ、僕がありがとうっていうのは変なんだけど。それはね、担当ということで。やっぱでも、ACL のこと考えたら非常に大きいですね、あの優勝っていうのは。そうですね、あとはその若い選手とか、まあ、タイトル取ったことのない選手が結構多いチームになってきてたんで、そういう際どい試合やって、成功体験得られたっていうのは大きいんじゃないかなと思いますね。なんか鬼木監督がよく言われているのが、優勝の時の空気感みたいなものを覚えておいてくれってことを選手に言ってるみたいで、やっぱその今言われたような優勝経験したことのない選手の優勝経験っていうものがやっぱり今後チームのこう財産になっていく部分もあるでしょうしね。まあ、あと試合展開的にもすごく劇的な展開だったので、まあ、あれを勝ち切ったっていうのは結構確かに大きい経験になりそうですね。まあ、なんか川崎さんはね、なんかそういう記憶もちょいちょいあるような感じだったでしょうけど、浦和のああいうのを見るとね。両方ともね、経験してますからね、うん、あれはね。本当にね。まあでも、とはいえ、あれ延長に行ってたとして、じゃあ、大分がまくれるかっていうと、まあ、やっぱりそれはそれでまた違う問題なのかなとも思っていて、そんな簡単じゃないだろうなと。第三者的に見ていた川崎のサポーターなんかは、やっぱ目の前で負けた大分を応援してる部分もあったと思うんですけど、ただやっぱりその自力というか、ペース配分とか考えたときに、浦和さんのこう後半の試合展開とか、流れを考えていくと、やっぱり簡単ではなかったんだろうな、なんてことはちょっと思いましたけどね。そのあたり、どう見てますか？僕はちょっと結構違う考え方で、あの時、こう、ベンチにフォワードがもういないんですよ。ああ、なるほど、なるほど。で、ユンカーを下げて、こう、1-0で逃げ切るよっていう形にシフトをして、それで追いつかれちゃったわけじゃないですか。そうすると、5バックになっていて、牧野君が入ってね。元に戻そうと思ったら、ディフェン5枚のうち誰か変えて、例えばゆるきくんとか入れるのかな。それで、なんとかもう一回バランスを元の442にするしか、ちょっと、ないというか、なるほ守りど。切るためのシフトから延長戦で元に戻せるのかっていうと、コマ数的にも微妙だなというのがあったので、正直ちょっと興味深いは興味深いんです。そうなってたら、リカルドさんどうしたんだろうっていう。おいてはね、逆に長澤選手入れたりとか、野村選手入れたりとか、結構攻撃的な采配をしてたのでね、そこがまた、じゃあ、延長戦でどうそこをまた修正するのかっていうところもあったでしょうし、そうなんですよね。お互いに確かにこう、延長戦の両監督の采配っていうのは確かに見てみたかったですね。基本延長を考えないでやった采配だと思うんですよ。浦和にはそうですよね。浦和もそうだし、片野坂さんもその延長になった時のことを考えてたわけなじゃるほなどいと思ね。うので。まあ確かに、まずは1点取らないといけないですからね。そうそうそう。そうなるとね、お互いにそのバランスを崩してあの状態にしてるので、確かに確かに。そっから最後どうなってたのかなっていうのは分かんないなって気がしますね。なんか、あの両監督のあのチームでの対戦がもう来年見られないってのはちょっと残念ですけど、まあ、片野坂さんはガンバが内定しているということなので、まあ、その来年どんなチームを作ってくるか楽しみではありますけどね。いや、本当にね、大分さんとね、しんどい試合しかしてないですからね、浦和は。対戦成績どうだったんでしたっけ、今リーグ戦は1勝1敗なんですけど、年。おー。勝ったのが4月かな、ホームで。1-0にして、逆転されて1-2になったものを、もう1回逆転して3っていう試合で。それ試合見てたな、俺。再そ生れしましたで、よ。アウェーの方は、7月、
の中断前の最終戦だったんですけど、まあタコ負け内容的にもうスコア完敗っていう、なるほど、結構しっかり負けたなっていうゲームで、なんかあのシーズンがすぐに従ってチームができていた印象が浦和さんはあるので、そういう負け方をしているというとちょっと意外な感じもしますけどね。だから大分と福岡と仙台かな、その3つが夏のウィンドウの前にリーグ戦が2試合とも終わっちゃった3試合なんですよ。ああ、補強する前ってこと？そうそうそう、あの22試合かなやって中断入って残りだったんで、うん、3チームだけこう先に対戦が終わっちゃうんだけど、ああなるほどなるほど、そうそう、大分はその1つだったんで、例えばその平野くんとか、うんうんうん、いい選手入りましたけど、結局決勝で出たかどうか別にして、うんうん、エサかとか、彼らが入ったチームとは対戦してないので、なるほどですね、なるほど、どうなるかなと思ってたんです、うん、大分は逆にね、あの補強した選手が軒並み天皇杯では出場権がなかったというか、あの前のチームで出てたっていうところで、うん、何か出られなかったっていうこともあったので、まあ、そういう意味では大分さんにとっては不運だったなっていう、巡り合わせだったなって感じもしますけどね。ただそのまあね、準決川崎とだったから、まあ、それこそ本当は大分を取材よく取材してる方に聞いた方がいいんでしょうけど、その4バックにして中盤中締めてっていう、今までその 3-4-2-1 でっていうのが結構代名詞みたいなところがあったじゃないですか。そうですね、あの確かに去るときは 5-4-1 に撤退してって半負けしてっていう、そこと違うことをやってきたのがね。だからリカルドさんも結局会見のときにどっちで来るか分かんないからっていう言い方してたんですよ、前日会見で。なるほど。その川崎戦のような4バックで来るのか、今まで基本だった3バックで来るのか分からないっていう、まあ川崎戦での成功体験をやっぱり引き継ぎたいというか、その流れでいきたいってことだったんでしょうね、うん、必ずしも前半なんか見るとそれがうまくいったかっていうと、大分さんの視点でね、そうではないと思うんですけど、それは噛み合わせも良くなかったし、うん、あとまあ試合後の片野坂さんの会見でもそんなに前半うまくいったっていう言い方してなかったじゃないですか、うん、むしろそうです、ね、うん、後半に修正が必要だったっていう、あれを3枚でというか後ろ5枚で幅を消してこう来られたらどうだったかなっていうのは分かんないんですけど、確かに、まあ、ただ準決いい勝ち方してるのをあまり変えたくないっていうのは多分自然な監督さんの考え方でしょうか、うん、そうですね、確かに。まあ片野坂さん、あの3バックはディフェンシブな考え方での対応だったってことは、あの J1 上がった後に直後というか、上がったシーズンに言われてたんですけど、うん、まあまた J1 で戦ってこられてる中でね、そこら辺もまた変えた部分はあったんでしょうけど、まあまあ、まあ、いずれにしても優勝おめでとうございました。すごく劇的な展開だったので、本当に。いや、本当にね、89分まではすごく、ちょっと決勝戦っぽくないぐらい落ち着いた試合でした、ね、後半でも、ね、あのドタバタ感っていうか、その、展開の速さというかね、びっくりしましたけどね。あの今回はクラブワールドカップの開催を返上したことによって、まあ、日程が前倒しになって終わりましたけれども、うん、これはまあ選手にとってはすごくいいことなのかなと思いましたけど、そのあたりはどう見てます？あの3大会ぶりの優勝なんですけど、浦和がその3大会ぶりの前回の優勝っていうのが12月中に決勝やった大会だったんですよ。横浜日産でやった時ですね。サイスタですね、決勝が。あの決勝が仙台とで、宇賀神選手がね、あのスーパーボレー。はいはいはい、はい、よしよし。あれがリーグ最終節が終わって、次の水曜日に準決勝をやって、うんうん、土曜か日曜どっちだったかな、決勝っていう。うんうん、リーグ終了から1週間後に全日程が終わるっていう形だったんです。2試合を固めて、そうです、そうです、やったってことですね、うん、今年はリーグ最終戦の後1週間ずつ使ったのかな、うん、そうですね、でいずれにせよ12月に終わると、うん、で、うん、前回のその時は1月にアジアカップがあった関係でそれをやったんですけど、あ、なるほど。まあ、あの多分選手にとってはものすごくいいことで、うん、休めますからね。決勝まで行ったチームでも十分に休む時間がある。まあ年明けに
A 代表の試合があったりとかするので、ちょっとそこら辺も微妙な選手が出てくるのは間違いないんですけど、まあでも。まあ代表は代表で、まあ好きにやればいいって言ったらあれですけど、別のその論理で動いてるものなんで、置いて考えればいいと思うんですけど、うん、12月中にというか、リーグ戦の終了から1週間、まあ同じ2週間ないしで終わる方が公平は公平ですよね。翌年の準備考えたときに。他のチームと終わるタイミングがそこまでずれてないって意味ですよね、うん、それは。まあ本当そう思いますね。あの数字の上での確率ですけど、うん、天皇杯で準優勝したチームがリーグの4位とかだったら、プレーオフに出る可能性は楽じゃないですか、ACL。確かに確かに。まあ実際、鹿島がそうだったのかな、なんだろう。あの時は大変でしたね。うん、だからそれが一番ひどい状態でしょう。うん、で1月1日まで引っ張った上に、あの時は何日か後だったかもしれないですけど。あ、でもおっしゃる通りで、なんだっけ、今、選手会との協定で、うん、2週間でしょ、2週間。あげた、分けなければいけない、うん。だけど、鹿島は合宿が割と早めに1月も始まっていたので、で、プレーオフに行くからということで、ちょっとずらして始めたんですよね、うん、あのシーズンは。あの主力、天皇杯組がとそうでない組を分けてやってました、ね、ちょっとゆっくりしていいよみたいにして、ね、あのそこはあのちゃんと間が空くようには配慮されてましたけど、でもやっぱりチーム作りとしてはやっぱ難しくなっちゃいますよね。そんなでも確かあのシーズン鹿島だって失敗したでしょ、プレーオフで負けた、あとメルボルンでしたっけ、なんかオーストラリアのチームに負けてましたよね。そう、あの、浦和にいたアンドリュー・ナバウトっていうのが、ドカーンって打ったミドルが、あい、ちょっと鹿島の選手に当たってコースかって入っちゃった、ね。そういうこともやっぱり起きるので、まあそうやって考えると、初月のね、決勝戦、名物、風物詩だということで、あの、まあ、長く親しまれてますけど、それと、選手のコンディションを考えたときにやっぱり、うん、見直しの時期 なのかなって気は。広報的な要素は一旦脇に置いて、もともとなんで1月1日にやるようになったかっていうと、うん、あのお客さん入らなくて困ってる日本サッカー界が、あの明治神宮の参拝客を狙って国立競技場で1月1日にやるようになったからってわけじゃないですか、うん、って聞きますね。それでいくと今回なんてそのまあ、準決勝でね、負けたチームのサポーターがリセール出してっていうのはありますけど、うんうん、それすらももう本当の争奪戦で、あっという間にチケット完売で、うん、チケット取れなくて見に来られなかったって人もいるわけじゃないですか。うん、そうすると、チケットを売るために1月1日にやりましたっていう、そこの理由はもうとっくにクリアになってるわけなので。確かにね。まあ、他の理由がね、伝統とか、そのなんか風物詩っていう、他の理由ができてきたにしても、当初の課題はクリアしているので、おっしゃる通りで、決勝戦というものの格式がやっぱり上がってきてるというか、他のチームのサポーターも見たくなる、まあ、サッカーファンが見たくなるような試合になってるというか、そういう感じにはなってきてますもんね。まあ、ここら、まあ、来年は来年でまたあのワールドカップがある関係で、来年は日程がすごく早く終わるということで、J リーグの方はリーグ戦が11月5日に最終節、うん、それからルヴァンカップ決勝が10月22日、天皇杯は決勝が10月16日ということで、うん、まあ、本当に前倒しで、終わるので、まあ、このままこうシーズン、そんなにリーグ戦の終わりと変わらないタイミングで、うん、決勝やってもいいのかなって気はちょっと知ってますけど、ね、まあ、基本的にヨーロッパはそうですよね。まあ当たり前ですけど、うん、5月ぐらいの5月の十何日とか二十何日にそのリーグ戦の最終戦やって、うん、だいたい次の週のどっかで国内カップ決勝やって、で最後にチャンピオンズリーグの決勝が待ってますみたいな、うん、そんなスケジュール感じゃないですか。合理的ですよね、私の方がね、やっぱり、うんうん、で今年が38試合だったじゃないですか、リーグ戦が、はいはいはい、4試合増えて、うんうん、それと1ヶ月2週間ぐらい早く始まって1ヶ月ぐらい早く終わるのかな。そうですね、うん、そうですね。それと4試合減る分を加味するとあんまりこう水曜日とかにやんなきゃいけない試合数っていうのは変わんないのかなっていう気はしますね。う
ああ、なるほどね。うん。まあ、来期の ACL については、セントラルでやることがもう決まっているので、うん、こう移動の負担がなくなるっていうところと、あと決勝トーナメントに入っても、ホームアンダーウェイになるではなくても一発勝負だっていうところで、まあ、そういう部分でもちょっとこう、例年、多少は負担は減るのかなって気はしていますね、全般って。あ、まあ、過密は過密なんでしょうけどね、でもね。うん、そうですね。で、言い忘れましたけど、今年はオリンピックないので、夏がね、そうですね、うん、1週間に1試合ずつぐらいは使えるでしょうから、うん、水曜日使うのは良くないと思うけど、8月とかに選手倒れちゃうからね。うん、まあ、でも、まあ、でも週1回はね、使えるはずだから。過密というふうなイメージがありますけど、まあ、早めに始まって、一月前倒しになるけれども、うん、まあ、そこまでひどくはならないというか、そうですね。うん、って感じはします、ね。実は今年、浦和って理論上の最大値からマイナス1試合だったんですよ。ルヴァンの決勝がなかっただけ。ああ、はいはいはい。ああ、そういうことか。準決勝のホームアンダーウェイまでやって、で、天皇杯決勝まで行って、リーグ戦フルで戦ってるので、うん、それがね、56試合だったんですよ。あ、合計が。結構、あ、そうか、ルヴァンのあれか。グループステージもあるから16強から全部ホームアンダーウェイがあるから。ああ、そっかそっか。それプラス川崎は今年は53試合だったのかな。うん。でお互いにリーグ戦の4試合削れるから。うん、確かに。そう、富士フィルムカップになったスーパーカップが入ったりとかあったにしてもまあ50試合強。うん、そうですね。ACL 次第でしょうね。どこまで行くかによるんでしょうけど。うんうん、ただまあ、そう、ルヴァンのグループステージがなくなるんで、ACL のチームは。そうですね、確かに。フロンターレ今年は ACL が10、ラウンド16で敗退をしているので、まあそこから先勝ち進んでいたとしても、準決、まあ3試合か。うん、まあ56で、まあ決勝、天皇杯決勝まで行ってれば57。まあ、でルヴァンもあるのか、まあ、でもまあ、さすがにやっぱりちょっと増えるのは増えるんでしょうけど、まあでも、うん、そんなもんかなって感じはしますけど、ね、そうですね、うん、別にそのなんか変なマウント取るわけじゃないけど、やっぱ ACL 決勝まで行くシーズンっていうのは、やっぱ大変は大変ですよ。それはやっぱり、例えばですよ、土曜日に九州で試合やって、うん、1回帰ってきて水曜日に上海行って、うん、で日曜日に、ね、ホームが続かないスケジュールだったら日曜日大阪ですとかだってあるわけじゃないですか、うん、確かに確かに、うん、で浦和も川崎も割と国際空港、成田からとか羽田から近いからいいけど、うん、確かにね、そういう場所からちょっと遠いクラブなんかはね、うん、本当に大変、そうですね、確かに。だから、うん、大分なんか行ってたらどうなってたんだろうって話はありますけどね。J2 戦いながらなっちゃいますからね。ねえ、そのクラブにもちょっと日程調整のお願いをしないといけないだろうし。いろんなところで記事で史上初かなみたいな風になってたと思うんですけど、確かね、2006年、ヴェルディも出てるんですよ。うん、ああ、そうですね、ヴェルディやってますね、うん。確かラモスさん監督でね。うん、ウルさんとかとやってた気がしますね。天皇杯の優勝で権利持ってて。うん、あの時って翌々シーズンだったから、うんうんうん、だから2005年1月に決勝があった天皇杯で優勝すると2006年のその権利が取れるっていう1年遅れになるやつで、確かに確かに、ちょっとずれてたんですね当時はね、うん、それでなんとなく覚えてます。あの時はグループステージの他のチームがエントリーミスって、確かウルさんとの直接対決だった気がしますね、うん、でもやっぱり難しかったなってことは言ってましたけど、その時にエントリーミスったのがアレママランっていうクラブで、ちょっとこれ余談ですけど、それがフロンターレと08年にあったのかな、うん、それが多分彼らのアジアデビュー戦、07年か、まあ、ちょっと、なるほどなるほど、まあすごかったですけどね、インドネシアのね試合は、うんうん、まあまあちょっと余談になってしまいましたが、でも東南アジアのクラブってそのホームで異常に強いところとかありますからね。うんね、あとやっぱり日本もすごいなと思ってるけど、東南アジアとかも全然やっぱサッカーの熱がすごいなっていうのは感じますよね、いざ行くとなると、
まあ、まあ、どこもそうなんでしょうけどね。あの韓国ぐらいかな。7月ぐらいに阿部勇樹選手、今回引退決意発表されたのインタビューさせていただいたときに、あのちょっとレッツの歴史振り返るみたいな企画だったんで、あのいや本当にホームだと全然違うチームになるクラブってあるんだよねっていう話をしてて、でももしかしたら浦和も相手からはそう思われてるのかもしれないからみたいなこと、あなるほどね、あいつらホームだと全然違うぞっていう。確かにあれチェジュとやった時なんかホームでメラボやたらめったら強かったですよね。うん、なんかアウェーでうまくいかなさすぎたっていう言い方がちょっと分かんないです、それは。どっちの言い方が正しいのか。なるほど。まあまあ、日程はということで、ちょっと日程の話に戻しますけれども、まあ来年は、うん、リーグ戦の最終節が11月5日ということで、まあ一月ぐらい全部前倒しになる、まああと天皇杯は10月16日決勝戦ということで、うん、まあ、ちょっと、まあ、ワールドカップに出る選手はね、そこからまた代表に拘束されていきますけれども、まあ、どういうシーズンになっていくか楽しみではありますけどね。そうですね。うん、はい、まあ、代表のことを脇に置いて考えるんだったら、J リーグのクラブとしてはシーズンがちょっとコンパクトなので、やりやすい部分の方が多いんじゃないかなと思いますけどね、個人的に。問題よりも。ちなみに今年2021年シーズンは東京五輪があった関係で、あの川崎については轟が使えない時期がちょっとあったので、ホームとアウェーの試合の、組み方がすごくイレギュラーだったところがあって、序盤戦にホームがたくさん続いた あと東京五輪中がずっとアウェーだったみたいなことがあったんで、まあ、そういう、こう不均衡な状態もねなくなると思うので、まあ、どうなるか楽しみではありますけどね。はい、そうですね。浦和も駒場使いましたからね、夏は。今年、来年の ACL はまだセントラル場所決まってないので、浦和さんだったら多分立候補できますよね。駒場を使えばいいわけだから、スタジアムあればいいわけじゃないですか。J リーグの関係者さんっていう言い方がいいかな、うん、一応は。天皇杯の決勝の時にちょっと話したんですけど、まあ、セントラルでやる中で日本も一つぐらいは立候補してっていうことがあるかもしれないっていうニュアンスのことは言ってたんで、ああなるほど、あくまでまあその時点でかもしれないなので、あじゃあそれがか、まあ、あの日本の第一代表で行く川崎なのか、うん、それとも第二代表だからね天皇杯のレッツなのか、それともあるいはそのスタジアムとかそういうこと含めてマリノスとか神戸なのかとか分かんないですけど、まあ、神戸はもちろん突破前提でね、神戸だとねノエスタとユニバーが使えるし、浦和さんはサイスタと駒場が使える、横浜さんは日産と、まあ、三沢でもあれなんだよな、他のカテゴリーのクラブもあるから難しいかもしれないです、ね、でも浦和はサイス大会で ACL やったことないですよ。あ、駒場ではないのか。あ、でも、はい、あできないのかな、あそこは。もしかして、レギュレーション。まあ、立ち見席に轟と一緒で人入れられないじゃないですか。いや、ほら、違う、浦和の試合をこサイス大会でやって、同じグループの他のカード。ああ、そういうことね。うん、そう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 。に、多分に、2スタジアムないといけないと思うので、まあ、もちろんダブルヘッダーでやればいいんだけどね、でもそうすると多分、ね、芝が荒れてしまうだろうから。いや、そこら辺はそれこそ、国立使ったっていいんだし、ああ、なるほどね。確かにね、二次使用というか、その後どうやるかっていうことで揉めてるというか、悩ましい問題が出てますからね。それこそ、駒場もそうですし、協力さえ得られれば近くには、例えば大宮もクラブとしては非常に近いですし、アジスタだってね、都内と埼玉の距離ですから。なるほどなるほど、確かにね、そんなに無理のある選択肢ではないと思いますよ、まあ、日程がはまるかってところになってくるんでしょうけどね、その辺はね。それこそ川崎だって轟とアジスタってなって、もうそんなに無理のある場所、位置関係ではないでしょうし。そうですね、先ほどの話で言うと国立を使ってもいいわけですし、そうですね、まさにフロンターレの試合は多分届きやると思うんですけど、その、同グループの
カードを多分、国立でやるみたいな感じになるんでしょうけどね。うん、まあ、できなくないですね、確かにね。うん、なんか呼んで、呼ぶことを検討してもいいのかなってちょっと思ったりはするんですけどね。うん、そうですね。もうあとは、その、あの、オミクロン株の社会情勢次第のところはあるんじゃないですか。うん、その、特例入国になるでしょうから、もしやるんだったら、対戦国の選手が全部。うん、うん、それまでどうなってるかもちょっと不透明なので。確かにね、あの今の内閣は割と厳格めにそこら辺は運用しているので、うん、簡単ではないかもしれないですね。まあ、去年は、うん、今年か、今年は五輪があったので、そのあたり試験的な部分もあって、アスリートトラックというか緩めというか、あの臨機応変にやってくれた部分はあったみたいですけど、確かに来年分かんないですね、どうなるか。まあ、実績があるといえば実績があるので、うんうん、あのスポーツっていうもの自体が。そうですね、うん、あのバブルでっていうところですよね、それは。うん、あとはそのサッカーに関して言えば、この前の天皇杯の決勝、フルハウスで入れてみるっていうことをやったわけですから。うんうん、確かに確かに。まあ、説得力が全くなくはないとは思いますけどね。うん、どれくらい熱意が伝わるかっていう話になるんでしょうけどね。うん、そうですね。まあでもホームでやれた方が 100% 有利なのは間違いないですからね。ね、本当。仮にホテル暮らしになったとしても。フロンターレはウズベキスタンに行った帰りにね、コロナにちょっと何人かかかってしまって、あ、本当かわいそうな思いはしてますし、うん、まあ、ラウンド16のウルサン戦もね、結局首位、全勝同士の対戦だったんですけど、まあ、もうあらかじめ決められていた組み合わせで、アウェーに一発勝負になってしまいましたけど、うん、やっぱりもうホームでできてればね。まあ、前回の動画でも話しましたけど、あの組み合わせひどいよね。本当に。なんでこうなっちゃうのっていうね、まあしょうがないんだけどね、もう決められたことだからね。だけどまあ。結果どうなったかは別にして、パッと試合見たら、この試合勝った方が東地区の一番上行くんじゃないのみたいな試合してたじゃないですか。ねえ、すごい試合だったですね、あれもね。うん、まあまあ、フロンタリア、本当に天皇杯、ACL は本当に欲しいタイトルなので、まあ、そのあたり、もしかしたら手を挙げるかもしれないし、うん、まあ、ちょっと分かんないですけどね、まあ、見守りたいなと思っておりますが。ということで、じゃあちょっとまあ、一旦ここで締めたいと思います。くつわさん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。一旦終わります。失礼します。はい。